突入せよ。浅間山荘事件は2002年5月11日に公開された日本の映画作品。長野県軽井沢町で1972年2月19日から2月28日に起きた連合赤軍浅間山荘事件を映像化した作品。原作は当時式爆料団として派遣された笹津幸の連合赤軍浅間山荘事件。 当初のタイトルは、救出だったが、配給した、東映、岡田茂会長の鶴の一星、で、突入せよ。浅間山荘事件に変更された。1972年2月19日、長野県軽井沢町。過激派連合赤軍メンバー捜索のためパトカーで、警戒中だった。 長野県警察機動隊は複数人の真新しい足跡を見つける。足跡がサツキ山荘に続いていることからパトカーに機動隊員を残して偵察に向かうが過激派の吸収を受けてしまう。過激派は浅間山荘に侵入し管理人の妻を人質に立てこもってしまった。その頃、英国の SAS から爆発物処理の研修を おえき国した、警察庁警備局付けの佐々厚幸警視制は、後藤田正春警察庁長官から呼び出される。後藤田は、長野県警の野間本部長は過激8月警備に、不慣れであるため、ちょっと行って指揮してこいやという。しかし、佐々野年次では、県警本部長の代理ができないため、警備局外事調査担当参事官の丸山、昇警視官を団長とする。 式爆僚団を編成し、長野へ向かわせることを決定する。犯人逮捕に当たりごとうだは、過激派メンバーの池取り、人質の無事救出、重機使用は、警察庁の判断などの方針を託し式幕爆団を送り出す。軽井沢に到着したサザたちだが、縄張り意識の強い長野県警との対立や、無線の不備、果ては、民間人に死者を出してしまうなど苦境に立たされる。 全国が注目する浅間山荘事件を解決し、人質を救出することができるのだろうか。さざたち警察と過激派連合赤軍との戦いが始まった。警察庁警備局付警務局、監察官警視整警市長警備部警備第1課、首席管理官警視長野県警察本部長警視官、佐々厚幸夫人警察庁警備局外事。 調査担当三時間警視官、警察庁警備局長警視官、警察庁警備局、警備担当三時間警視官警視庁、警備部付警察庁長官警視庁警備部、第2機動隊隊長警視警視庁警備部第9、機動隊隊長警視警視庁警備部、第2機動隊小隊長警部補警視庁警備部警備、第1課コンバットチーム巡査警視庁、 総務部広報課長警視警察庁警備局、調査課理事官警視制警視庁警備部特課、車両隊技術本部付中隊長警部警視庁、警備部警備第1課コンバットチーム警視庁、警備部特課車両隊隊長警視警視庁警備部、第2機動隊副隊長警視警視庁警備部、第2機動隊中隊長警部、分隊長、石丸健次郎長野県警機動隊分隊長、 巡査部長長野県警機動隊分隊員、決死隊隊員巡査長野県警警備部長警視、長野県軽井沢警察署長長野県警警備第1課長、警視長野県警警備第2課長警視長野、県警機動隊長警視長野県警,警長野、県警警察庁警備局警備課長警視長、鉄球作戦に使ったクレーム社の仮先の、社長過激派連合赤軍メンバー軽井沢警察署、 電話交換手、人質人質の、夫過激派連合赤軍メンバー過激派連合、赤軍メンバー新潟からの人質の身代わり、志願者モデルは、実際の事件で犠牲となった、民間人南極打開の撤去2002年、興行収入10億円以上番組日本、映画制作者連盟、時代の証言者映画を届ける原正と、読売新聞2013年11月30日、 A.B.O. 倉明。第397回。原田雅人監督の時代劇。戦争映画。そして、FCG 総合研究所。2015年10月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年10月1日閲覧。野間道場は、講談社が所有しているが、近隣の団体にも貸し出しを行っており、近所の大塚警察署も利用している。 ありがとうございます。